こんにちは、マースケチャンネルです。今回はですね、学生の時以来ですから実に30年以上ぶりに、透明水彩絵の具を使ってお絵描きしてみました。普段はね、ポスターから使ってる俺なんですけれども、透明水彩絵の具はですね、学生の時はですね、それで水彩画というよりどちらかというと、あの鉛筆の上からこう色をね、つけるだけの鉛筆単彩で主に活躍した絵の具なので、水彩画を描くっていう概念が俺にはなかったんですけれども、あの透明水彩絵の具の発色が綺麗だったものですから、ちょっとね、普段ポスターカラー使いの俺ですけれども、ちょっと、試しにというか遊びで、使ってみようかなということで、実にかなり久しぶりにやってみました。で、先日ね、動画にしましたけれども、買ったのは三原色の3色、レモンイエローとセルリアンブルーと、あとはマゼンタですね。きなくり丼マゼンタ、なんかね、口が回りませんけども、なんかそういった名前のマゼンタと、その3色だったんですけれどもね、ちょっとで、レモンイエローが明るすぎて、ちょっと色を混ぜると綺麗な緑にならなかったので、それもね、やっぱり30年以上前にパレットにね、出しといた絵の具がこう固まってましたので、それをね、溶かしながら苦労して、描いてみました。それではちょっと説明させていただきます。まずはね、下書き、鉛筆で下書き終わりましたら、あとレモンイエロー、あとちょっとね、緑を混ぜましたけれども、下地塗りをしておきます。はい、次、緑の方にですね、マゼンタを混ぜて、濃くしてきまして、だいたい緑もね、2、3色ぐらい使って、遠くの風景、それから手前のね、樹木を塗っておきます。はい、さらにね、樹木の方もちょっと手を加えて、それからここはね、池なんですけれども、場所はですね、阿見町若栗公園内の、池の風景なんですけれども、ここに睡蓮が植わってまして、前回はですね、前はですね、大きな蓮の花を描いたんですけど、睡蓮もね、また描くのがこう大変で、今回ちょっと苦労した点はこの睡蓮を描くっていうところでしたかね。はい、で、ここはですね、道がね、こうできてまして、それでですね、また手前の方から今度は反対側に向かうと、この木道が、木で作った道がありまして、そこを渡ってぐるっとね、散策することができます。はい、次はですね、手前の方の池にね、ちょっとまずは、下地塗りで、青を塗っておきます。もうだいぶ手前の方のね、草もね、黄色とか緑を使って描いておきます。ちょっとあらかじめ少しこの白抜きしてあるのは、マスキングをしてあるからですね。それから強く光の当たっているこの木の方のは、なんていうんですか、これ大きい花壇なんですけども、花壇と、それから、道のところ、コンクリートでできた道のところの上の部分、上部の部分は、マスキングしておきました。はい、これが完成です。また黄色がね、だんだんなくなってきました。レモンイエローだけではちょっとうまく表現できなかったものですから、30年以上前の黄色を溶かして、さらに、緑と、濃い緑を作って、また樹木の方にも色を塗りました。それから池の方はですね、手前の方の池もね、実は睡蓮がびっしり埋まっているので、それを表現するのに、緑と黄色、それから先ほどのね、先ほどって言ってもこっちか、あ、こっちだ。はい、この水色にさらにちょっと青を塗って、は
い、青を塗って、まあね、それっぽく、まあ、何がそれっぽくだか分かりませんけどね、表現してみました。はい、ということで、今回は公園の池の風景でした。またね、反対側の風景とも書いたんですけど、あまりちょっといいね、あ、書いたんじゃないや、見てきたんですけども、あまりね、いい感じとか、アングル的にもね、良くなかったので、今回このね、構図で書いたんですけどね、また機会があったらもう一度ね、取材に行って、良さそうなところあったらここもね書いてみたいと思います。また次どこ書くかも分からないし、それから次また透明水彩使うか分かりませんけれども、今回ね久しぶりに透明水彩絵の具を使って面白かったので、またね、やってみようと思います。そうそう、いつものポスターからはね、ほら不透明水彩なのでなのですが、この透明水彩で良かった点はぼかしがねうまくできるんですよ。と、ポスターからですね、かなり薄水で薄めてね、置かないといけないんですけども、透明水彩ですのでね、あまり重ねてもね下の色が透けて見えるから、ぼかしがね思ったよりにうまくいきました。この空もね青をね一度塗っただけでね、綺麗な感じ、綺麗にね塗れましたし、その点はまあ、久しぶりに、ね、透明水彩絵の具を使ってみてね、面白かった点でした。はい、ということで、この動画がね、万が一面白いと思ったら、グッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。